アドルフ・フォン・メンツェル作画の無友宮におけるフルート演奏。1852年の歴史画であり、作者の想像に基づいている。中央で右向きに立って、フルートを吹いているのがフリードリヒ大王で、その傍らに腰掛け、大王を横目に見ながら、チェンバロで伴奏しているのが、カール・フィリップ・エマヌエル・カール・フィリップ・エマヌエル・バッハは、ドイツの作曲家、ヨハン・ゼバスティアン・バッハが、 最初の妻、マリア・バルバラと設けた次男。父よりも、父の友人、エオルク・フィリップ・テレマンの作曲様式を受け継ぎ、ギャラント様式や多感様式を追求して、古典派音楽の基礎を築き、フランツ・ヨゼフ・ハイドンやベートーベンにも影響を与えた。生前は、父のヨハン・ゼバスティアンよりも有名で、ヨハン・クリスティアンと同様に世俗的な成功を収めたが、本人は、 父の指導があったからこそ自分が成功することができたと訴え続けた。その意味においては初期のバッハ神話を作り出した超本人であったと言える。他のバッハ一族の作曲家と区別するためにベルリンのバッハ、ハンブルクのバッハなどとも呼ばれ、晩年は後に父の損傷となる大バッハとも呼称された。バイマル出身。彼が生まれた時に名付け親となったのは 父の友人エオルク・フィリップ・テレマンであった。彼の名前にあるフィリップはテレマンの名前にちなんだものである。1717 17年、家族と共に経典に移り、1723年には父のトーマス・カントル就任とともにライプツヒに転居した。10歳の時、父親がカントルを務めるトマス教会付属学校に入学。1731年に、 ライプツヒ大学に進学した後、1734年に、フランクフルト・アンデア・オーダーのビアドリーナ大学に転学し、1738年に、法学で学位を取得するが、まもなく司法生としての行く手を断念し、音楽に献身しようと決心する。それから数ヶ月後に、プロイセン王国の皇太子、フリードリヒのルピーンの宮廷に、チェンバロ奏者として奉職し、 1740年にフリードリヒ2世が国王に即位するとベルリンの宮廷楽団員に昇進した。この頃になるとヨーロッパでも最先端のクラビーヤ奏者の一人となっており、1731年に遡る作曲活動もお気に入りの鍵盤楽器のための30曲のソナタや数々の商品が含まれるようになっていた。 作曲家としての名声は、それぞれ、フリードリヒ大王とビュルテンベルク大公に検定された、別々の二つのソナタ州によって打ち立てられた。1746年には、王室学団員の地位に上り、それから22年の間、カール・ハインリッヒ・グラウンや、ヨハン・ヨアヒム・クバンツ、ヨハン・ゴッドリー・プナウマンラと並んで、大王の寵愛を受け続けた。ベルリン時代の代表作として、 父親の影響を最も強くとどめた、マニフィカとのほか、復活祭カンタータ、いくつかのシンフォニアや数々の競争的作品、さらに3巻の歌曲集や、若干の世俗カンタータや、その他の機械を音楽を上げることができる。1767年に名付け親のテレマンが亡くなると、彼はフリードリヒ大王の生死を振り切り、1768年にハンブルクへ転出。 ヨハネウム学院のカントル職を継ぐとともに、テレマンが学長をしていた学団の公認として新たに学長となった。この期に、鍵盤楽器の門人で大妹アマーリアより、宮廷学長の称号を授与されている。ハンブルクでは、ヨハネウム寄宿学校のカントルも兼務し、ベルリン時代よりも一層宗教音楽に注意を寄せるようになった。ハンブルク到着後に、オラトリを、 荒野のイスラエル人大イスラライテーニンでアブスタを完成させる。この作品は、その優れた美しさのためだけでなく、フェリックス・メンデルスゾーンのエリアとの類似点ゆえに知られている。1769年から、没年の1788年まで20曲の受難曲や、約70曲のカンタータのほか、伝統、モテットなどの宗教曲を手掛けた。また同時に、 ハイドンの活動にも刺激されて、気楽曲の記載ぶりも発揮した。1788年に、ハンブルクにて聖居。フリードリヒ・ゴットリープ・クロプシュトックと、ヨハン・ビル・ヘルムルート・ビヒ・グライムが調子を書いた。また、遺作の大部分は後に、ゲオルク・ペルヒャウによって編集された。カール・フィリップ・エマヌエル・バッハは、兄弟の中では誰よりも、父親・バッハへの敬意と、バッハ家の音楽的、 宗教的伝統への忠誠を強く自覚し続けていたものの、いずれも溶接した二人の息子は音楽家にならず、祖父と同じ名前を与えられた次男ヨハンゼバスティア二世は、ローマで画家としての修行中に病に倒れて亡くなっている。したがって、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハの直接の末裔は実在しない。長い生涯を通じて、カール・フィリップ・エマヌエルは、 クラビーア演奏の巨匠であり続け、チェンバロよりも、むしろ、クラビコードとフォルテピアノに愛着を示した。おのずとクラビーア曲が多くなり、200曲近い独奏曲が残された。鍵盤楽曲における代表作として、ベルリン時代には、変装される反復部付きのミッドバージョナン,ンダーテン、リプリズン商品がある。一方、ハンブルク時代の成果は、 専門家と愛好家のためのソナタ州、幻想曲州、ロンド州である。彼の体系的かつ理論的なクラビーヤ教のりもと、正しいクラビーヤ奏法へのシロンファーズク・ウバーダイバラ、アート・ダズ・クラビーヤズ・シュピールによって、彼はヨーロッパの音楽理論家としても最前線に押し出されることとなり、ムツヨ・クレメンティア、ヨハン・バプティスト・クラーマーらの指導法の基礎にもなった。ちなみに、 バッハの息子たちの中で唯一左利きであり、そのため弦楽器が増えてだったので、鍵盤楽器に一わ愛着を示すことになったと言われている。カタリーナ・ドロテーア、エリーザベト・ユリアーナ・フリー・デリカ、ヨナンナ・カロリーナ、レギーナ・スザンナなどの姉妹の単身生活の経済的援助をしていたと言われているが、ママ・ハハンナ・マグダレーナ・バッハの困窮に対しては援助を行わなかった。 カール・フィリップ・エマヌエル・バッハの整理番号は1905年にベルギーの音楽学者アルフレッド・ボトケンヌが作成したボトケンヌ番号とアメリカの音楽学者ユージン・ヘルムが1989年に作成したヘルム番号の2つが併用されている。カール・フィリップ・エマヌエル・バッハは18世紀後半を通じて非常に高く評価されていた。すでに ヨハン・クリスティアン・バッハと近しい間柄にあった、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトは、カール・フィリップ・エマヌエルについて、彼は父であり、我々は子供だと言っている。実際、少年時代の1767年に終作として、他の作曲家の鍵盤楽曲を編曲した一連のピアノ競争曲の一つ、ピアノ競争曲第3番、K40 の修学賞は、 カール・フィリップ・エマヌエルのチェンバロ独奏曲、ボヘミア人、ラ・ビーマーの編曲である。ハイドンの訓練の中で最良の部分はカール・フィリップ・エマヌエル作品の研究に追っている。ルートビヒバン・ベートーベンはカール・フィリップ・エマヌエルの天才に対して、とりわけ心のこもった評価と尊敬の念を示した。カール・フィリップ・エマヌエルが、このような立場を勝ち得たのは、ひとえにそのクラビーやそなたによってであった。 これらの作品は、そなた形式の歴史において、重要な時期を隠しており、様式においては透明で、表現においては繊細で甘く、楽曲構造の自由さと、多種多様な着想ゆえに名高い。作品の内容は、相違に満ちているにもかかわらず、感情の幅はやや狭めである。とはいえ思考は実直であり、しかもフレージングは洗練されていて絶妙である。 カール・フィリップ・エマヌエル・バッハは、火星の色彩感を独自の手法で用いた作曲家の一人であり、一方、旋律の美しさと親しみやすさによって、聴き手に感動を与えることを常に目標として意識していた。おそらくそのために全古典派の作曲家の中で重要な先駆者となり得たのである。19世紀に入ると、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハの名は無視されるようになった。例えば、 ロベルト・シューマンは創造的な音楽家として父親とはあまりにも格が違いすぎると述べている。しかしながら、ヨハネス・ブラームスは高い評価を惜しまず、いくつかの作品を肯定してさえいる。今日では、フルート競争曲に単調 WQ22 やチェンバロ競争曲と蝶々 WQ3、道二蝶々 WQ11 のほか、 専門家と愛好家のためのソナタ州、オラトリオ、荒野のイスラエル美と、イエスの復活と商店大アオフエア指定ウングーンと、ヒマラフェールといえず WQ240 といった作品が再評価されるに至っている。鍵盤楽曲では、ソルフェージェット派単調ソルフェージェット WQ117 から2が、ピアノの練習曲として広く演奏される。2005年に、 カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ全集が創刊され、クリストファー・ホグーとの監修のもと、2014年の完成を目標に企画が進められている。大バッハのフルート・ソナタのうち、ト・タン・ BWV-1020 と、ヘンホ・ホ・長 BWV-1031 の二つは、明らかにギャラント様式が見て取れることから、儀作説が濃厚であり、真の作者として、 しばしば成人前のカール・フィリップ・エマヌエルの名が持ち出される。つまり、父、バッハの監督の下で、カール青年がこの2曲を作曲し、父親に手直ししてもらったものが、父親の作品に紛れ込み、後世の混乱のもととなったというのである。しかしながら、バッハ研究者からのこのような推測に対して、カール・フィリップ・エマヌエルの研究者からは、やはり、 カールの初期作品とも様式的な相違点が認められることが指摘されている。双方の言い分を設置する形で新たに提出された推論は、これらの作品がバッハの弟子によって同時代の、例えばクバンツのフルートソナタを手本に新たに作曲したものか、あるいはトリオソナタのような原曲がすでにあって、それをデュオソナタに編曲したもののいずれかであろう。 そしていずれにせよバッハが弟子たちの仕事に手を入れてやったものがバッハ作として伝わったに違いないとするものである。カール・フィリップ・エマヌエル・バッハが演奏に使用したのは当時の著名な鍵盤楽器製作者ゴッドフリート・ジルバーマンが作ったクラビコードとフォルテピアノであった。1749年製のジルバーマンの楽器は小楽器奏者で研究者であるマルコム・ビルソンのために ピアノ制作者、ポール・マクナルティによって2020年に複製されている、管弦楽のための公共曲弦楽のための公共曲、ありがとうございます。